京都市伏見区富士の森神社西口、筋貝橋通りを北上中。筋貝橋通りはこの辺りでの呼び名で、一般的には本町通りです。今日はどこ行くの？暑くなってきましたし、うなぎを食べましょう。うなぎて、うちらの鉄のを着てないで食べられるか？今時中尾でも900円、すき家は890円もするけど。それが今日行くお店は、うな丼に麺と甘み付きで900円です。価格破壊やろそれ。京都のグルメ、YouTuber 界隈の安いうなぎの鉄板ネタが。大宮北王子下がる、うなぎさんのうまき丼、1320円やけど。このご時世にうなぎと麺と甘みで900円はやばすぎる。以前のうなぎさんのうまき丼は1000円だったんですけどね。まあ、行列ができるようなお店のことはどうでもいいです。私は行きませんし。姉の行列嫌いは筋金入り。1分以上並ぶのは耐えられません。さてそろそろ到着です。京都市立深草小学校南門前。京阪富士の森駅から400メートル、京都医療センターから200メートル。撮影許可ありがとうございました。のれんに美福寿司とありますが、食べログや Google マップでは美福と表記。2人用テーブルが2、4人用テーブルが1、座敷が3か4。ランチメニューのみを写真で。私の腕がしょぼくて色が悪いです、すみません。メインに加えて赤だしかうどんかそばを選べます。弱い70を超えてるであろう腰の曲がった接客係のご婦人が、今日は冷たいおそばもいけますとおっしゃってたので、冷たいのを頼めるのは季節や日によるかもしれません。こちらは高級版。飲み物、シンプルすぎて見た瞬間笑ってしまった。到着。まずは全体像。黄色い店内照明と日光の混色でいまいち写真。画像加工技術を磨こう。右上は白菜漬物、おから、だし巻き。他は食べながら解説。うなーぎ、わお。まずはきつね&わかめうどんから。だしの色が濃いな。ここは江戸前寿司や。わかりませんが、一般的な関西の色の濃さではないですね。しょっぱくてトゲトゲしくて、感触が苦痛だったあれを思い出してしまう。食べてみましょう。いただきます。ほほう、京都の一般的なのとはちょっと違う味わい。甘さは低めで塩気を少し濃く感じるが、色からくるイメージほどではない。麺は柔らか系ですが弾力があり、プチンと切れます。不満があるわけではないけど、この味は色の通り東日本寄りなんかな。東日本のうどんは数回しか経験がないので、なんとも。あっち行ったらうどんよりそばを食うからな。しかし添え物うどんとしては具が贅沢でした。定食屋と大体刻みネギちょろっとと何かやしな。ではメインに行きましょう。うな丼丼。いただきます。うなぎは柔らか。専門店とはさすがに違いますが、このお値段だと十分ですね。タレの味があまり食べたことがない感じ。甘さが控えめですね。後味も引かない。タレはたっぷりやけど重くはない。ただ米の炊き方が丼としては柔らかめで、うちの好みではないな。普通のご飯って感じがしますね。しかし小食なうちらにはこの米量と麺は多い。一般男性でも満足できる量だと思います。山椒や七味がテーブルにたっぷりとあるのが良ポイントやね。ナスの煮浸し、関西で言うとナスの炊いたん。え、これマジで？驚いた、めっちゃうまい。高級店の美味とは違うけど、うちの好みに正面直撃。冷えていて塩気が薄くて味も薄いですが、その薄さをしっかり味わえます。やばい、この味付けマジで好きやわ。これテイクアウトできないですかね。スーパーや惣菜屋の庶民向けに煮浸しは甘みと辛みの大合唱で、こういう薄味がないもんな。煮物がこれほどなら巻き寿司が気になります。押村区は当たり前やけど、添え物には日々変化があって、毎回このナスが出てくるわけではないってとこやな。それはしょうがないですね。では次、3種。うん、普通に美味しい。自家製か既製品かは分かりませんが、不満なく美味しいです。お腹パンパンで締めの甘み。
甘みは別腹、炭水化物に疲れ気味ですが。酢の物かサラダが欲しいとはちょっと思った。きなこおはぎですね。いただきます。お、甘さ控えめでうまい。塩気の多い丼と麺の後にこれはいいですね。自家製なのか和菓子屋製なのかわからんけどこれ好き。多すぎない、大きすぎない絶妙なサイズ。酔いしめの一品やった。ではではごちそうさまでした。エンディングは隣駅、京阪住染駅から。海鮮丼で人気のお店へ向かいます。食レポしないの？値段も量も私たちの範疇ではないので紹介だけで。さて、今日の美福さんはどうでした？照明が黄色すぎたかな。あと店内の清潔感が良かった。うなぎとうどんはいわゆるこういうのでいいんだよ。味付けは一般的なお店と少し違うから好き嫌いあるかも。ただ量と品数を考えると破格やと思う。甘みも良かった。900円、お値段以上に楽しめましたね。ナスの炊いたんはマジでまた食べたいな。久々に個人的ドストライクやった。惣菜系ドストライクは山品、お惣菜栗さんのポテトサラダ以来1年ぶり。今は私が足を痛めているので近所しか走れませんが、完治したらまた山品も行きましょう。さてこちらが寿司石田さん。現在の海鮮丼ランチは1300円らしいです。気になる方は説明欄のリンク先を見てください。しかし今日はお腹いっぱいでちょい苦しい。朝食には今回の定食はボリュームがありましたね。うちら体型的には小食に見えんのやけどな。ではではご視聴ありがとうございました。気になった人は自分で食べてみてや。味覚は人それぞれやしな。チャンネル登録と評価していただけると嬉しく励みになりますので、どうかポチッとお願いします。